米子高専機械工学科准教授の矢壁正樹と申します。高専ロボコンを通したものづくりの進め方というテーマで3回にわたってご紹介させていただいています。前回は高専ロボコンの説明と毎年どのようにアイデアをまとめているかについてお話しさせていただきました。今回は設計支援ツール CAD を使ったロボットの設計について、その中でも主に機械構造部品の設計について紹介いたします。ロボットのアイデアがまとまりましたら、次は設計を行わなければなりません。近年の高専ロボコンではロボットの移動方法として、自動車のような車輪による移動ではなく2足や4足など足を使って行わなければなりません。その設計の際に役立つのが CAD です。 CAD とはコンピューターエイデッドデザインの頭文字を取ったもので、日本語では計算機支援設計と呼ばれます。 CAD の中でも2次元で平面的な図を作成するための2次元 CAD と、3次元の立体的なものを作成するための3次元 CAD があります。どちらの CAD ソフトもフリーウェアなものがあり、無料で利用することができます。2次元 CAD と3次元 CAD を大まかに比較すると次のようになります。2次元 CAD では平面図形のみ作成することができます。それに対し3次元 CAD では立体として描くことができます。例えば丸棒を図面で表しますと、丸棒を横から見れば四角く見え、まっすぐから見れば丸く見えます。これを正面図と側面図にそれぞれ別々に描く必要があります。3次元 CAD では立体として描くことができます。丸棒の場合では丸い円を描いて、この円を引き伸ばして立体化することにより丸棒を描くことができます。次に2次元 CAD では寸法、大きさの変更を行う場合、正面図、側面図および寸法を個別に変更しなければなりませんので手間がかかります。それに対し3次元 CAD では寸法の変更は寸法値を入力し直すだけですので容易に行うことができます。その他3次元 CAD には次のような利点があります。さまざまな角度から立体的に見ながら確認できます。複数の部品を組み合わせることができます。重さ、重心位置を計算してくれます。動く部品の場合にはどのように動くか確認することができます。部品同士の干渉を確認することができます。二次元図面を簡単に作ることができます。また最後に工作機械と連携することができます。それでは実際に3次元 CAD を操作してみたいと思います。まず丸棒を作ってみましょう。 CAD 上で円を描きますが、ここではアバウトに描きます。次にこの円の寸法をこのように指定します。ここでは円の直径を20ミリとしました。次にこの円を引き伸ばして立体として、ここでは長さ100ミリの丸棒が出来上がりました。このように簡単に棒を描くことができます。そして、見る角度はこのように斜めから見たところ、
正面から見たところ、側面から見たところというふうに様々な角度から自由に見ることができます。このように任意の角度から見ることもできます。次に四角い板を作成してみます。このように適当な大きさで四角形を描きます。で、大きさはこのように寸法値を入力することで決めます。ここでは高さ30mm、横幅を 60mm としました。そしてこれに厚みを 10mm 持たせるということで四角い板が出来上がりです。穴開けもこのように簡単に行うことができます。このように突起も簡単に作ることができます。見る角度を少し変えてみましょう。正面から見たところです。横から見たところです。立体的に見たところです。それでは実際にリンク機構を作ってみましょう。リンク機構とは棒同士に穴を開けて結合し自由に回転したりすることができる機構のことです。右側の赤い部品が棒のついた板です。左の部品が穴の開いた棒になります。棒と穴の開いた部分とをこのように一致させます。棒と穴を一致させましたので、この部品はもう棒と穴が一致する場所でしか動くことはできません。はい、次に棒の裏面と板の表の面を一致させます。これでこの棒はこのようにしか動けません。棒と板を組み合わせて簡単なリンク機構を作ってみました。では作成したリンク機構を動かしてみます。動かしたい部品をマウスで選択し動かすことによってこのようにリンクが動きます。今はこの青く表示されているリンクを回転させているところです。板の回転に伴って先端は平行運動を行っています。逆に直進運動を行っている部分を動かすことによって後ろのリンクがどのように動くかということも動かして見せることができます。昨年のロボコンで作ったロボットの設計図面がこれになります。このリンクが実際にどのように動くかというのは自分の手で作図して調べるか、もしくは実際に作ってみなければ分かりませんが、3次元 CAD を用いればこのようにパソコン画面上で動かして確認することができます。このように
ロボコンのロボットではリンク機構を用いて二足歩行を行っています。さらに三次元 CAD の特徴として体積、重さ、重心位置をパソコン上で計算してくれる点があります。このような複雑な形をしたものでも簡単に計算してくれます。特に重心位置は手計算で見積もることはとても大変な作業になりますが、3次元 CAD では簡単に求めてくれます。いかがでしょうか。このようにパソコンの画面上であたかも実際に物を作って組み立てているかのように目で見て確認することができます。今回は設計支援ツールとして3次元 CAD を紹介させていただきました。3次元 CAD は使い慣れればものづくりに欠かせないものとなります。フリーの3次元 CAD では部品点数に制限があるなど、有料のソフトウェアより機能が劣りますが、数十点程度の部品からなる機械であれば作成することができます。次回は実際にロボットを作る方法について説明をさせていただき、またロボットのデモンストレーションもさせていただきたいと思っています。